お願いします。ゴールデンレース賞一着だったんですけど、はい、素直にまず率直な感想をお願いします。そうですね、まあ判断が難しかったんですけど一着取れたんで嬉しいですね。こういう、こう G1 の特選レース、特集レースっていう形だったんですけど、こういうところで勝ち切るっていうのは一つこうまた成長できたんじゃないですか。そうですね、本当にもう来年前で勝てたんで自分しっかり頑張りたいと思います。今節2走されましたが、ご自身状態、手応えどうですか？そう、状態もモチベーションもいいと思います。やっぱりその G1 の決勝というのはもう経験しているので、もう一つ上ってところはもちろん意識されますか？そうですね、はい。まずしっかり決勝に上がりたいと思います。明日吉田拓也さんとの連携なんですけど、意気込みを最後にお願いします。しっかり自力を出し切って、悔いのないように頑張りたいと思います。応援よろしくします。